はい、本殿裏手の方に来ています。こちらの地方の神社特有っぽいですけど、まあ朱塗りをしてますね。うん、あと上の方には多分鬼瓦じゃないかな、どうでしょうかね、赤い鬼瓦ですかね、ありますね。あと武田の、まあ、上の方に金色でありますね。いるのは虫と鳥ばかりという感じですけど、この辺の彫刻もすごいですね。なかなかないですね。うん。